オラニエスタッドは、オランダの自治領である西インド諸島アルバの首都、アルバ島の南西端に位置する。気候は、熱帯のサバナ気候である。市名はオランダ語で、オレンジの街という意味である。人口は28,294人。熱帯性の気候に加え、長い歴史と自由貿易港、カジノで知られ、観光が、市の主産業である。1796年。 オラニエスタッドの街は、ゾートマントリデを取り囲むように建設された。翌1797年には、オラニエスタッドが、アルバの首都に指定された。トリデは現在でも近隣に立つウィレム三世塔と、合わせて、観光名所になっている。また、カヤジエフベティコクローズには免税店が立ち並び、オラニエスタッドのショッピングエリアとして人気が高い。 市内の建築物はオランダカリブ療法の影響を受けており、明るい色のものが多い。オラニエスタットの玄関口となっている空港は、ベアトリクス女王国際空港であり、近隣のカリブ海の島々や本国オランダのほか、アルバへの観光客が最も多いアメリカ合衆国の主要都市からも、航空機の便がある。シティポピレーションで、カントリーオブザ・キングダム・オブザ・ネザーランズ・ハット。 サマリークライマトロジカルノーマルズ1981から2010デパルターメントメテオロジコアルバ2012年10月15日閲覧クライメートデータアルバデパルターメントメテオロジコアルバ2012年10月15日閲覧ありがとうございます